和田貴子と鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ。ご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さて皆さん、いつの間にやら私としては感覚が春を通り越して夏になってしまったなという感じで、最近はですね、やはり今日のラジオもソーシャルディスタンスでアクリル板を間に立ててお届けしているんですけれども、まあ、この後ねゲストが来ますので、いやすっかりマスクがねきつくなってきておりまして、まあ、それでも、マスクはしっかりしないとなというところで、夏になってくると熱中症などで危ないというお話をよく聞きますので、皆さんもぜひ気をつけてください。私夏が大好きでですね、夏になるとやっぱり夏祭りの時期だなというところで、テンションが上がってくるんですが、まあ今年は続々とすでに中止が決まって、聞くたびにショックを受けているんですが、私去年ですね、水戸の、大使をやっている関係でですね、水戸黄門祭りの楽曲を、書き下ろしまして提供したんですね。で今年の夏には、その曲に合わせて、参加者が皆さん踊ってくれるんじゃないかなとすごく楽しみにしていたんですけれども、水戸の黄門祭りも中止が決まったということで、私が書いた曲ですが、すごく和楽器バンドっぽく作った陽気な、曲なんですけれども、 YouTube の水戸市のアカウントでですね聞くことはできるようになっておりますので、ぜひ、水戸黄門祭りの曲鈴花優子が書き下ろしてますので、聞くだけでもテンション上げてください。ぜひよろしくお願いいたします。それではこの後ですけれども、和楽器バンドから、琴奏者の伊袋清と一緒に楽しく盛り上げていきたいと思います。そんな中、清も参加しているですね3人組の、アコースティックユニット花風月がですね、自粛期間に入る寸前ぐらいにダウンロード限定で曲をリリースいたしました。私が曲を書いていて、歌手を清が書いているんで、最初にぜひこの曲を皆様にお届けしようかなと思います。それでは、お聴きください。花風月で空っぽロボット。昔のことでした。
ド鈴花ゆうこの日本が好きになっちゃうラジオ。日本が好きになっちゃうラジオ、和楽器バンドボーカルの鈴花ゆうこがお送りしております。さて今日もですね、和楽器バンドからメンバーに助っ人に来てもらいました。それでは自己紹介どうぞ。和楽器バンドことの胃袋清志です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶり。お久しぶりです。それよりもゆうこさん、はいはい、あの誕生日過ぎちゃってますけど6月ね、はい、ハッピーバースデーじゃないですか。いやありがとう、唐突に。いや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 、6月7日が誕生日だったんで、はい、何くれるんですか。このアクリルボードに挟まれてる間はちょっとソーシャルディスタンスなんでなんで近寄れないからちょっと、そうですね、プレゼント渡すときはやっぱ密になってしまうんでいやなんか清志は清志でさ、はい、今日どうしたの、すごいひまわりのような派手なシャツを着てきていて、はい、これデイジーの花のはずですね。あ、なるほど、デイジーの花か、はい、はいはいはい。いやなんかハワイから来たのかな。いやハッピーバースデーの花束ですよいやいや服で表現されてるいやなんかあれですよ、すごく愉快な気持ちにさせてくれるような、はい、全身花柄で来たので。いやいやそうですよ、こんなね、目が行きましたね最初。いやいや花束なんでね、おめでとうございますと気持ちを込めて。そういうことだったの。はい、うん、なんかすごい複雑な気持ちで。なんでですか。しにくいけどありがとうさて今回なんですけども、はい、6月21日が、二十四節気の一つ、夏至。夏至ということでですね、はい、夏至ってなんだっけっていうと、まあ一年の中で一番昼間が長い日っていうことぐらいは私分かってはいるつもりなんですけれども、まあ夏至と聞いて、私スピリチュアルが大好きなんで。なるほど夏至のスピリチュアルですか。なんかね、夏至はですね、スピリチュアル界隈では太陽の誕生日と言われているらしいんですよ。なるほど。陰から陽へとエネルギーが入れ替わる時期と考えられているそうで、夏至はね、出会いが増えたり、運命の相手を知ったり、運命の相手と巡り合ったり、古くからなんか恋愛運が高まる日と言われてるらしい。なるほど。これ毎年来ちゃうの大変ですね。ね、いいんじゃない、出会いは大事だからでもほら、運命の相手と巡り合うのがこう毎年ねこうリニューアルされちゃうと、うん、だって運命の相手って私恋愛だけじゃないって思ってるけど、あ、まあね、まあ、恋愛の日と言われてるって言うけど、うん、まあでもほら恋愛に至らない人でもね、至らない男女関係のね運命の人っていうのは私はなんか一人ではない気はしてるんで、まあ僕も運命の人は別に一人じゃないと思ってますけどね、うんうん、まあ、僕ね、なんか実はねスピリチュアル的に言うと、はい、なんか占い師をやってる友達がいたんですけど、うん、僕なんか星並びみたいのがあるみたいで、うん、全部ねカノエトイっていう星が並ぶんですけど、うん、全部ね陰なんだって。あ、なんかキヨシのことを過去いろんな占いあるけど、ネットとかの無料でできる四柱推命とか、うんうんうん、そういうのにはめ込むで名前で見るとさ、変な人なんだよね。そう、僕ねなんか一気生性格っていうすごい珍しい、うん、全ての星が同じ場所にあるみたいで、うん、ドイン、もう本当に陰の中の陰らしいんですよ、うん、なんかやっぱそのなかなかいないっていうところで、はい、生きにくいんですか。多分ね、みんなが思ってるよりもこの世界は僕にはハードモードだと思いますよ一人でハードモードで遊んでるんですよ僕この世界を。ハードモード、まああれだよね、私がたまに悩んでる時に、はい、いや悩みをさちょっと相談したりするとさ、はい、まあ優子さんはあと60回ぐらい人生繰り返したら僕ぐらいになれるよとか言われて全然悩みの解決になってないけど、まあそっかって思ってるまあそうですね、ハードモード生きてるんでね、しょうがないですよ60回ぐらい繰り返したらそこの苦しみのモードまで。そう、強くなってニュースタートだから。なるほどね、うん、だいぶ強いねまあなんか清志のね占いのねもう一個面白いポイントは、相性がいい人が出てこないっていうさまあほらハードモードだからだから僕あれですよ、多分人生折り返して、もう多分終わり近づいた頃に運命の相手っていうのがきっとね夏至の時に巡り合うんじゃないですかいやいや出会ってるじゃないですか私たちバンドメンバーも運命の相手ですよ。まあまあほらだから運命の相手もねいっぱいいますから、うん、そうね、そう、でもなかなかほらハードモードではそう簡単には出てこないぞと。うん、まあでもその中でもだいぶこう出会ってね、今こうやって音楽ができてるっていうことは、まあ、そうですね、ありがたい話ですよ。まあそのと独特な運勢を持ち合わせながら、人よりもなんかちょっと変わった人生を歩んでる可能性は常に清志からは感じますね。まあ変わってるのかもしれませんねまあもともと持って生まれたものと、あとはそれ以外にやっぱ太陽の
浮き沈み、え、何？太陽の浮き沈み？どういうことですか？なんかその月の満ち欠け的な話、流れバイオリズムというか、うん、流れによっても大まかにその人によってさ、まあ、あの大作界的な話ですね。そうですね、いい時と悪い時があるっていうことだから、うんうん、通常の人がすごくいい時とされている時にめっちゃ悪かったりとか、なんかそういうのもあるのかもしれないから。僕でもね、占い師の人に言われたのが、うん、こんだけ全部星が並んでると悪い時本当に悪いかもしれないから気をつけてって言われて、あ、そっちなのね。そう、まあでもそういうあれですね、あのアドバイスっていろんな見方があるけど、時々聞くとさ、うんうん、なんか自分で迷ってる時背中を押す時もあったり、逆にあのちょっと注意してみようっていう風なブレーキになったり、まあ、すごく一つのなんかこう生きる上でのねきっかけになるから好きなんですけどね、私は。あ、スピリチュアル的なやつ。そう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 。まあだってほら、僕だってこの後人生ですごい嫌なことあっても、ああ言ってたって思って傷つかないかもしれないですね。そうだね、うん、そう、そういうものとしてスピリチュアルすごい好きですね。ベニーと私はあの水晶腕につけてれば全部大なんとかなるって思ってる。今日ついてないじゃないですか。今日あのカバンに入ってます。あ、入ってるんですよ、ちゃんと。ラジオの時チャラチャラし音が鳴っちゃうから。なるほどなるほど。はい、と外してるんですけど。はい、というわけでですね、あの前半は夏至というのをきっかけにあの言い訳にしながらめちゃめちゃスピリチュアルに寄った話をさせていただいたんですが、はい、今日もですねリスナーさんからメッセージを募集しておりました、うん、あなたが夏になると食べたくなるパワーアップ料理は何ですかというのを、はい、募集いたしました、皆さんがどんなものが夏いいのかなっていうのを改めて紹介してもらおうかと思ってます。はい、じゃあ清さん、僕からでいいですか。はい、僕ね、あの料理っていうかすげえ羨ましいなって思ったお手紙というかいただいメッセージいただいてまして、はい、ラジオネーム、にゃんまる様、祖母が作ったトウモロコシです。毎年夏に母の実家に帰省すると大皿に大量に盛ったトウモロコシが出てきて、当時からよく食べる私は平気で 2,3 本食べてしまうのでよく母に怒られていました、うん、祖母はもう亡くなりましたが今でも世界一美味しいトウモロコシだと思っています。いやいいね、トウミギ、トウキビ、トウミギじゃないの、トウキビなの、トウキビ。うちのおばあちゃんがね、トウミギ、トウミギ、トウミギって、それ茨城弁ですね。そうそうそう、よかったですよ。なんか多分言えてないのがねすごい思い出した、亡くなったおばあちゃんが、うんうん、いやでもこれいいですよね。なんかねうちのおばあちゃんもあれなんですよ、作ってたのかな、うん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 、作ってたのかな、あのよく茹でて出してくれたんですよ、亡くなったおばあちゃん。でもね僕も実家実は確か夏にたらいでトウモロコシもそれこそ何本も茹でて食べてたなと思って、うん、なんかすごいね懐かしい感じと、なんかこの絵が浮かぶようなおばあちゃん家のね大皿に盛ったトウモロコシってのはすごいいいなと思って、うん、やっぱり夏にできる食べ物は夏バテにもいいって言われているので、そうですよね、季節のものってやっぱいいですよね。だからトウモロコシ私はなんか最近全然食べてなかったですけど、まあ、夏になってできたものとして食べたいなって今ふと思いました。いや食べ時ですよ、うん、ね、じゃあ次、料理の方に紹介しようかな、はい、ラジオネームシャミミさん、シャミミさんありがとうございます。ありがとうございます。夏になるとゴーヤチャンプルーを食べます、うん、食欲減退してる時もゴーヤの苦味と豚肉の旨味が美味しくて食べると夏を乗り越えられる気がするので欠かせませんと。大好き。僕もね大好きで、実は週1回ぐらいゴーヤチャンプルー自分でも作ってるんですよ。お、最近はあれだもんね、なんか手料理するって言ってたもんね。そう、家にこう持ってるからさ、やっぱりこう料理することが増えるんですけど、うん、でも自分で作りながら、あのいやほらゴーヤがねこの時期入ってくるから、で沖縄の印象で暑い印象があるから作ってるけど、うん、これって夏なのかなって思いながら作ってるんですよ実は。うん、沖縄はだってほら一年中食べる。ああなるほどね、うん、そう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 、はいはいはい、だからなんか勝手に季節感をゴーヤチャンプルに感じてるけど、うん、実はゴーヤチャンプルは一年間なのかって思いながら、うん、まだ解決しないまま一週間、まあ夏の時期ですよね、ウリとかだと。まあねまあね、うん、作り続けてる。私はね緑色のね、はい、苦い野菜が大好きなの。ゴーヤとピーマンとモロヘイヤは苦くないか。まあでも緑の野菜大好きなんで全般苦くなくても、で苦味はなんか夏になるとより摂取したくなってくるので、ゴーヤとかピーマンとか大好きなんですけど、まあ、ほうれん草、小松菜、はい、緑の野菜は基本的に全部好きなんですけど。じゃああれですね、ゆうこさんに何かプレゼントを贈ろうと思う方は、あ、ちょっと待ってください。ちょっと本当にやめてください。生ものはダメだからね。ダメなんで。あの地域のね、あのほうれん草が入ってた箱とか、ピーマンが入ってた箱とかをですね送って匂いを楽しんでいただければと思います。じゃあ続きまして、じゃあはい、ラジオネームスイレンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。カレーライスです。私は子供の頃から激辛好きなのですが、うん、結婚してから
黒田さん並みに辛いものが苦手な夫や、うん、今は小学生になった娘たちに合わせてずっと甘口カレーで我慢してきたのですが、うん、ある日大爆発してしまい、激辛カレーが食べたい、なんでいつも私だけ我慢してないといけないのとわめいたところ、はい、夫が私専用の鍋を用意してくれて、それからは自分用の思う存分辛いカレーを作って、ストレスもたまらず、うん、カレー美味しい、カレー元気出ると一気にパワーアップ料理に返り咲きました、うん、ちなみに興味本位で私専用のカレーを食べた夫は味覚が死ぬとの感想をくれましたそうなんですね、うん、まあ清志だからこそ選ばれた投稿だったと思います。私はこれね、そう、僕も辛いものが好きで、はい、一回ね、実家に帰って、うん、麻婆豆腐作ったんですよ、自分で、うん、自分用に。そしたら、あの後ろに父親がいて、うん、なんかお腹空いてそんな気配を出してくるから、うん、くるとも言わないんですよ。でも気配がすごい出てくるから、うん、食べるって言ったら食べるって言うからね、うん、父親の分も麻婆豆腐丼にして、僕の分も麻婆豆腐にして作ったんですよ、うんうん、2人分ね、はい、で親父がこう一口食べた瞬間に死ぬほど咳込んじゃって危険だわ。で、いやいや大丈夫っつって、薄める薄めるっつったら、だい食べる食べるって言うから、なんか気の毒になっちゃって、もう一回ね、上の麻婆こうフライパンに戻して、うん、薄めて だしとか足しながらさ。なんかね、あの清志は本当に、みんなでね、リハの時とか、はい、カレーの日とかも、あの辛さすごい足すし。足しますね。ね、何食べてても、あの、ドバーってタバスコとかさ、辛いの足すじゃない？はい。で、やっぱり、味覚が、って私、なんか辛すぎて大丈夫かなって思うんだけど、うんうん、さっきのスピリチュアルの話からするとですね、体が冷え切ってるから、辛さで熱くすることを求めてるんだなっていう話したことあるじゃない？そうなんですよ。うん。僕は外から熱を摂取しないと自分で生み出せきれないんですよ熱をうんうん、うん、だからカレーが好きっていうのも知ってるけど、うんうん、辛いさも好きなんだよね。そうですね、むやみに辛くしてますよね、うん、ね、だからすごいなと思って、ちょっとなんかこう一口もらったり、どんぐらいそれ辛いのって思うと、うん、私もお父さんみたいになりますいやもうほんとね、そん時父親死んだら嫌だなって思いながらすごい席だったんですよ、うん、いやだから共感を得られるちょうどね、そうですね、もう睡蓮さんの気持ちはすごいわかりますね。はい、ということでたくさんメッセージいただきました。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージを読まれた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますよ。楽しみに待っていてくださいね。それでは最後にですね、お知らせです。はい、はい、今ねライブのお知らせというのがなかなかできない状況でですね、うん、まあ、このラジオも収録なのでもう常に情報が更新され続けているので、はい、まあ、最新情報はぜひぜひ皆様和楽器バンドのホームページご覧いただければと思います。はい、はい、花風月、まあ、3人組のコットとシャカシと私のピアノ弾き語りのユニット、配信限定でリリースしております。はい、はい、空っぽロボットと機械島という2曲、インストと歌物とありますのでぜひ聴いてほしいですね。よろしくお願いいたします。そして6月30日までだよね、花風月の無観客ライブが購入できるの。そうですね、これ6月30日までが、その購入期限となってはいるんですが、購入してダウンロードしたものはですね、うん、その後も手元に残ってずっと見れる作品なので、はい、ぜひこの機会を逃さずに手に入れていただければと思います、はい、音響とね映像の美しさにはすごくこだわったんで、はい、U-NEXT さんが提供してくださったサービスなんですよね。そうですね、U-NEXT さんの会員にならなくても購入できるというような形でアーティストに寄り添ってくださったものなので、まあ、今回限りなのでぜひ皆様検索よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは今日のラストナンバーいきましょう。今日はねスピリチュアルな話をさせていただいたので、私がですね、書き下ろしたこの曲をぜひ聴いていただきたいと思いまして、かけさせていただきます。和楽器バンドで砂漠の子守歌。空を
和楽器バンドで砂漠の曇り歌でした。和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。今日はですね、和楽器バンドの琴野清と一緒にお届けしてきましたけれども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最近私ね、はい、あの自分のバンドのね、ライブ映像をよくふとした時に見るんですよ。なるほど。もう本当にステージに立ちたくてしょうがなくて、まあなんかライブ映像を見てると切なくなってきちゃって涙が止まらないんですよ。元気を出してくださいよ、そこで。いやもう本当歌いたくて、はい、やっぱり当たり前だったことがあってよく言うけれど、私は決してあのステージ立てることに対して当たり前っては思ってなかったはずなんですが、まあそれでもさ、必ずまたライブはできると思って生きていたわけですよ。まあそうでしょうね。ね、だからそれができなくなった今、お客さんの表情とかさ、喜んでいるその顔とか歓声がね、大好きだったんだなっていうのがもう恋しくて恋しくて、もう苦しいの。なるほど。最近。なるほど。やっぱあれじゃん、楽器とかがない時代からさ、まあ、絶対さ、人はさ、口でさ、音を口ずさんでさ、楽しんでたしさ、なんかその辺のさ、石とか叩いてさ、音楽してたわけじゃん。まあそうですね。だってほら、そもそも心臓がずっと一生かけてビートを刻んでるわけだから、人間の人生っつうのはほら、音楽とか切っては切り離せないものだと思ってる。そうだよね。いいこと言うね。そう、大丈夫大丈夫。音楽はね、きっとなくならないから。はい、というわけで、あのラジオを通して皆さんにいろいろこう気持ちを伝えられるというだけでも、はい、ありがたく私は日々思ってお届けしているわけですけれども、また皆さんと楽しい笑顔を持ってお会いできる日を、心待ちに頑張っていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今日も清一緒にお届けしてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、また次回。お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。